はい、こんにちは。ってことで、これ見てください。これすごいですね。寒いです。今回はくんさんが構成を考えた、集合する40人 VS、それを妨害するハンター10人バトルです。で、近くの人の声だけ聞こえるモッドがあるので、完全に雪の中でサバイバルをしてもらうことになります。まあ皆さんもうフローズントゥデスって出てるんでわかると思いますけど、おい、殴り合うなお前ら、殺すぞ。何もしないと凍りついて死にます。凍りつかないようにする一番いい方法なんですけど、かまど適当に燃やすと凍りつかないです。これ見てください。このかまどにこれをした上で周りを木で囲います。何のブロックでもいいから囲うと、こうやって家みたいにすると徐々にあったかさが溜まっていって、外で多少動けるようになります。ただ完全に囲わないといけないんで、まあ気をつけてください。夜はちなみにもっと寒くなります。体温ゲージが配られるんで、体温のゲージを見ながら、まあちょっとやってもらえればと思います。今は夜じゃないの？これ夜はもっとやばいことになります。夜にしますよ。ガチなんも見えません。で、まあ合流だけだったらこの銃とかいらないんですよね、この銃モッド。ただ合流を妨害するハンターもいるんで、ハンター側の人は合流が行われないように妨害してください。ハンターも寒さ対策しないといけないので、よくぞ聞いてくれました。ハンターは特別な体感防具をつけてるので寒さで死ににくいです。ただ夜水に潜ったりするとやっぱ死ぬので気をつけてください。で、キープインベントリーオンなんで、まあ死んでも、まあ、別に全部失ったりはしないです。だからハンター側も死んだら体感装備なくなるんじゃないかとかはないので、まあそこは大丈夫です。そう、集まれば集まるほど見つかりやすくなるんで、まあちゃんと防衛を整えると。で、ハンター側は夜も動けるんで、夜とか昼とかも動けるんで自由に、そのハンター側のアドバンテージもめっちゃあるって感じですね。人間側は本当に休み休みじゃないと合流とかできないんで、走り回ってるだけだと多分普通に無理なんで、結構難しいかなーって気がします。はい。ただハンターも人間も装備は一緒です。このトンプソン M1A1 を配られてこれだけなんで、武器は。はい、まあそんな感じです。味方殺せる？ポチはどうなってる？味方殺せる？ FF 切ってる。はい、味方は殺せないらしいです、さすがにね。いやポチだ。 FF オンにしよっか、殺せるようにしよっか、あえてな。仲間は分かったら人狼の意味なくね。いや、まあ人狼の意味っていうのは、どっちかっていうと、あまりにも視界が開けてないから、近づかないと誰か分かんないっていうところかな。だから、おーいって声かけたら人狼だったみたいなのはあり得るっていう風な感じです。なんで、気をつけてください。あ、で、このフィールドの広さは、一応、3000×3000 ぐらいで、結構、まあまあ、合流できるくらい。意外と小さいです。まあ意外と小さい理由は、おそらく合流がめちゃくちゃ難しい。はい、じゃあハンター側と、プレイヤー側で、じゃあポチタさんランダムで分けてください。あ、なんでさ、よりによってさ、シラソルと虹ヤゴがハンターに選ばれるの？なんでよりによってそうなるの？ハンター言うて怖くないな。虹ヤゴとシラソルはブルーチームに戻して、代わりにハンターやりたい人、海や暇人あたりにするか。これでいいんじゃない？オッケー、じゃあ始めまーす。さて、まず寒いので、かまどがあって、まず拠点を作らないといけない。誰かいますかー？よし。このゲーム、チャットの方が遠くまで聞こえるから、チャットの方が多分、誰かと遭遇できる確率上がる。まあ、鬼にもバレるけど。まず拠点作成。ここにするか、拠点。いやでもね、ハンターがいるシステムがあるからしんどいんだよね。適当にできないっていう。みんな奈落に落ちてるじゃん。まずあったまりだな。まずは。夜になったらやばいから、一旦こうサバイバルするみたいな感じだね。やべ、めっちゃ寒い。ちょっと待って、もう寒くなってる。まあ、食らってるしな。いや、多分大丈夫じゃないこれ。生きてる？生きれるこれ。あっぶねえ。まずいまずいまずい、死ぬ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 。あ、はい、死にましたと。え、ちょっと、キビ。まあでも死ぬとこれがリセットされるから、グレースってやつが。だからまあ、一応ゾンビ特攻してグレースで、過去期間になんとかするってのもできなくはないのか。
うわー、なるほど。結構簡単に死ぬな。誰かいるか？マイクラ力試されんな、これ。なんかマジで、マジで20のことが即死だろ、この環境。よし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 。すげえ温まってる。あ、めっちゃ温かい、めっちゃ温かい。やっぱなんか地表が低いから暖かくなってるのか。マジで、マジで孤独サバイバルじゃん。こっちから動いていってあげないと、多分ね、誰も会えないで終わるような気がする、これ。行くか。ちょっともう温まったし。行こう。どうも、ゴッドコーターンです。いやーですね、ゴッドコーターンはですね、今こんな場所にワープされてですね、ワープされた場所が運よく溶岩の近くだったわけで、もう僕これ以上動かなくていいんだよね。だって溶岩の近くにいたら暖かいし、でもって外は寒いから、ちょうどこの辺りにいれば僕は絶対に死なない。この辺りかな。ほら、ピロ、この部分がオレンジ、あ、今グレーになったな。ってことはここが通常ポイントってことだな。この地点で拠点を構えれば、ゴッドコーターンはまあ死なないし、寒さだとか暖かさだとかによって苦しむ必要はないってことだ。だから、鉄インゴットがちょうどあるだろ？この鉄インゴットを使って、バケツを作って、そのバケツを使って溶岩入りバケツを作ったら、いつだってゴッドコーターンは、ふぅ、暖を取ることができるってことだね。素晴らしい。イモムシがハンター側だからさ、ちょっと寂しいよね。イモムシがもし僕のことを殺しに来たら、僕はもうバッて両手を広げて。皆さんこんにちは。ピン焼きです。ピン焼き支店へようこそ。今回ですね、今回ですね、集合したらいいですよーみたいなやつやっていきたいと思います。で今回ね、なんと銃が配られてるので、赤川を殺せばいいのかな、多分。で、俺は今終わってるところに飛んだから、どうしたらいいんでしょうって話だね。誰かいませんか？ちょっと F3B つけるのこれズルかな、さすがに。当たり判定つけんの。誰かいますか？ F3 プラス B を押すことによって、プレイヤーの当たり判定をオンにすることができます。こうすることで、たとえ視界が悪い吹雪の中であっても、人がどこにいるのかを分かることができるってことなんだよね。あそこに人がいる、あっちに人がいる、でもこっからじゃ分からない。いや、でもプレイヤーの当たり判定が遠くに見える。詰まるところあっちにいるんだなって感じで。やばい、もうマイナス7度だ。ちょっと下に行こう、下に行こう、これ。下に行くとね、あったかいから、このゲーム。おーい、誰かいますかー。加護消えたけど。よし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 、収まった収まった、よかったー、マジで。やべえ、これマジで寂しすぎる。普通の合流ゲームよりもはるかに寂しいんだけど。めっちゃやだな。寒い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 。いやでも死ぬな、これ普通に。あーやべ、死んだな。あ、死んだ。これマジでこのさ、カゴの時間があるからなんとかなってるよね。これカゴの時間で頑張って5分間で探し出すみたいな。いや、シャベル作りたくてさ。鉄ピンも作るか、これ。そもそもなんかこれあるから作っちゃった方がいいの、これ。いねえ、マジで。一人旅だ。そしてそろそろカゴが消える。カゴが消えたら終わりです、僕は。いや、カゴ消してもいいな。消して死のう。おとなしく死んだ方がいい。え？あ、あ、見えちゃってる。なるほど。本当はこれ見えちゃいけないんだけど、まあ見えてるので。メッセージ近い人いるか、いなかったら移動するか。ちょっとあまりにもせこすぎるからね、これ。QBZ とか作れるやん、かっちぇー。テーブル、うるせえ。おお、朝日どこだ。おい、ここだよ、お前。あ、いた。あ、いたいた。寒い寒い寒い。お前とんでもないスキンしてんな。あ、かけ。いや、
おかげで居場所わかったろ。温まってるか。全然温まらねえ。わからん。なんでだ。天井がないからかな。ザコダウン。これ壊して燃料補給しとこう。うわあ、殺されとるやな。おわ。殺されるの見るの怖いな。ああ、バトルとか倒してる。でも死んだ。で、回復と。いや、マジでこれ、マジでこれ必要だな、この動作。変化。あれ、誰かいる？おい、誰だ？名前名乗れ。あれ？おい、名前名乗れ。脱いでる。あ、脱いか。クンさん。怖い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 。あ、MS です。あ、MS か。MS こっちこっちこっち。みんな持ってる。あ、MS 見える見えるね。だって、真下真下。真下でしょ。掘れば、多分、普通に掘れるよ。はい、うおぉ、よかった。人間だ。人間いたー。自由体で立てたぜ、金字塔。は？いや、全然よう川崎ゲット入れ。おいおい、何やってんだあいつ。あいつが寒さで頭おかしくなってんじゃねえ。これ寒さで頭おかしくなってるこいつ。はい、入れ早く。はいはい、まあ、とりあえず、え、温まって温まって温まって。昴生大丈夫かお前。昴生お前大丈夫か。死ぬぞお前。え、とりあえず、とりあえず、ここに、お、バカバカ、温まるけどさ、そりゃ、そりゃ、温まるけど。解釈する。もう、地上歩いてるときはばらまくしかないんですよ。まあ、確かにそうか。これ。これあれば、全然夜の移動も可能なんですよ。あー。ちょっと、ズルの座標から離れますって言っとくわ。ちょっと、仲間見つけれたし。よし、行きますか。はい。MS、戦闘。だから渡り鳥が誰からも座ることなく冬にはとか言って夏には日本に戻ってくるみたいな、そういう習性があるのは仲間と会うために本能として DNA に刻まれたものなんですよね。本能で刻まれているゼロ座標に向かうとしたらば誰かと会うことができる。お、え、なんか家ある。あ、村。はい、村ある。うん、え、え、柴沢？柴沢。ああ、あ、声聞こえる。おお、とりあえず、とりあえず、とりあえず中に。入れ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 。お、俺とりあえず今最強アイテム持ってるから。ちょっと寒いよな。ほら温めてやるよ。ほら温めてやるよ。温めてやるよ。これでちなみにルールな、もう知らない。怪物ライフル欲しいから、ちょっとウィザー倒して目指したりするから。頭おかしい。あ、誰かの音がする。え、待って、誰。あ、あ、やばい。あ、ライム君だ。どうもどうも。死ぬ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 。こっちの方かな、音は。地下かな、これ。まずい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 。これ殺しますよ。なるほどね、抗う道を選ぶと。あー、分かったわ、ポジション。あ、いたいた。オッケー、勝てるこれ。早っ。オッケー、危なすぎ。なるほどね、みんなも全然銃作るんだ。いいことが学べた。音の方向あんまり当てにならないな。500、590に村がある。この辺を。お、拡張マガジンについて。お、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 え、お、おい、ボタン、ボタン。はい、はい、これ、はい。早く。戦え。しもさん死ぬな。よし。あら。怖いよ、怖いよ、怖いよ、怖いっす、怖い。いや、トーマスの声だったらしい。
コウタンの声にしか聞こえなかったけど。お前マイクエグいな。お前設定変えろ、絶対変えれるそれお前。あ助けてー、誰かいません。全然石炭とかくれてもいいんですよ。あ、誰かいる。あーなるほどね、気持ちいい。ノイズ入ってるせいでどこか居場所分かりやすすぎる。ムムシだけ。誰かいます。あ、誰かいます。あ、あ、トムさん、石井さんじゃん。一旦ちょ、俺あれだよ、俺あれだよ、できるよ。いや、嘘嘘、最初にあったのはトムだしな。あれ敵に立っちゃった。あ、誰かいる、誰かいる、誰誰誰、おーい、味方かな、誰ガチで撃つのやめろ、マジで味方だ俺、こんなやつ泣いたくねえよ、俺もうついてくか。300…120% ぐらいにした。 喋って。バカ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 、待って待って待って、ピニガキ近くにいない、ピニガキ近くにいる、ほらピニガキ近くにいるよ、だって。え、だ、え、誰かいる、え、誰、来た来た来た、ピニガキ、ピニガキ、どこにいる、味方味方味方、あとヤクザがいる、ヤクザ。ウィフォーが熱すぎるんだけど、ここ。あ、ヨーガ俺も持ってる。何ピンク流れるのそれ、誰かいるくない。あ、坂上くんだ、坂上くんだ。スコープちょっとつけたい。あ、あ、お前か。おい、何やられてんだよ。いや別に、俺ずっとピネガキの体擦り合わせとか。殺せねえよな。キモいからやめてほしいよ。殺せねえよな、お前ら。セナパロチェーン。セナパロチェーン。俺は違う人いる。5人目、5人目か。セナパロチェーン。絶対やったんだ。あ、朝日の座標行こう。朝日の座標。もう大丈夫だろ、朝日。朝日。え、朝日と合流すんの？なんでお前が嫌そうにすんだよ。いや、朝日と合流したいわ、やっぱり。なんなんだよ、こいつ。ずっと喋ってて、うん、いつ終わんのかな、みたいな、あるよね。それ、アッシーさんよ、それ。化身は誰に一番会いたいの？セナ太郎さんは会いたいよ。セナ太郎さんいないけどね。いないですが。セナさんいないなら、ライムさんやね。なんで？ライムなの？ライムさん、ライムもほぼセナ太郎と言っても過言ではない。え？え？ローンとか言ってたやつだよ。いるまで。いるライム、いるライム、いるよ。いるまで。長月さん近くにいます。あ、いた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 。ちょっとやばい。た。嘘だろ、この地下にいると思われだろ普通。ちょ。いや、なんか壁に。なんか洞窟、変な不自然な洞窟あるなと思ったんですよ。めっちゃ掃除機みたいな音するし、この人。あ、扇風機ですね。扇風機か、扇風機男めっちゃくちゃ。え、ちなみに今どこにいます。あれ、どこにいます。怖くないですよ。うら、死ね。いや、いや、いや、うわ、危なかったぜ。うわうわ、焦った。いや、どこだ、なんか。あ、なんか声聞こえる。暇人さん、あー、もう味方ね、味方ね。あー、今今ちょっと黙って、ちょっと殺そっかそっか、フニクさん味方か。オッケーオッケー。え、じゃあちょっと俺ら、はい、二人で動いてちょっと敵探す。集まってる奴ら。オッケー。行こうか。探していきは。やば、寒。俺らが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 寒。ね、待って待って待って。天井奥。まず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 。かまど作れる。かまど作れる。ちょ待って。かまど作れる。かまど作れる。かまど作れる。かまど、かまど作って。かまど作って。やめぜ、すげえ、やめぜ、すげえ、
いや、死ぬ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 、全然死ぬんだけど、このゲーム。ちょっとまずい、ちょっとかまどとあれは必須だ。ちょ、俺も舐めてた、俺も舐めてた、普通に。みんな死んでんな、パッタパッタ。ちょ、弾作りすぎちゃった。ちょ、さすがにアホだわ、これは。あ、まずい、まずい、まずい。溶岩欲しい。マジで、マジでこれでなんとかする感じだな、もう。なんか、ゲージもあって、なんか、プラスにもなるんですよ、下も。あー、確かに、確かに。え、なんかもう熱い、熱い、フラフラしてきた、フラフラしてきた、なんかもう。熱くて、熱中症みたいな見かけになってる、なんか。ここで出す。はい。聞くかも。あれ、なんか俺。温まらないぞ。なんか温まらない。あー、これあれだ。待て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 。これ、これね、アイスに近いとなるから、アイスからちょっと離れた方がいい。まずい、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 まずい。俺ら全員死ぬ、全員死ぬ。あ、まずい、俺死ぬかもしれん。あ、ギリ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 。危ねえ、あと1ミリだった。あれ、壁じゃない？あ、壁だ。ワールドボーダー。なんかワールドボーダー沿いとかいそうじゃない？なんか安直に。だから目印となるものワールドボーダーぐらいしかないし。お、なんかある、なんかある。洞窟ある。ちょっと降りてみる。溶岩が強い。確かに。あ、でもなんか、あれ光ってるくない？下。あー、溶岩、溶岩。この溶岩俺取るわ。一人一個持っといた方が。00くらいが多分あれだよね、基準座標だよね。00の方向向かう。このままどっちだ。このままイーストに行けば00に行ける。お、そろそろ炊きまーす。おお。これ多分一番やばいね。壁にこうガッてなすると226になる。これあ、なんかこれ変じゃね。人間の後だ。おい、ここは行こうぜ。探索しよう。あれ、まだあるの？え、まだあんの？先。まだある。めっちゃある、先。何これ？え？これいるかな？人いるんじゃね？さすがに。おーい。おーい。誰か。なんか文明の後を見つけると。まあでも少なくともさ、死にはしないんじゃない？ここだったら。でもさ、ここ使ってたやつさ、なんか、全く松明使わなかったのかな？ちょっと一旦この真ん中に集合するか。ここにちょっと分かれて。映画だったら死ぬな、これ。誰か絶対これ。よくないアイディアだよ、映画だったら。おーい。あ、こっち行くの無理だ。あー、ちょっと待って、こっち見てる。あ、なんか、あ、あ、あ、なんかこっち炭鉱に続いてたわ。488-1410、オオカミさんとお家作った。なんかオオカミさんとお家作ったとか言ってるぞ、こいつ。あのね、MS 向こうね、あれがあった。なんか、炭鉱になってたから、そっち行ったかも。なんか、普通に考えたらそっち行きそうな感じはする。ちょ、縫い戻ってくるの待たないと。これあれじゃね？これ、映画だったら縫い戻ってこないやつじゃない？これ。様子見に行って、なんかいるみたいな。あれ？返事が。あれ？あれ？ちょっと銃持て。ああ、でもこっちの炭鉱があるから炭鉱見に行ったのかな？ぬいー？ぬいー？ああ、よかったよかった。迷子になってた。いや、よかった。いや、返事なかったから。怖え。え、この辺の松明ってぬいがやった？この丸石は？あー、いないのかもね。この辺も脱いでしょ？うん。じゃ、ここは来てないのか。え、なんか、お家作ったらしいけど、そこ行くのが488-1410、狼さんとお家作ったってナチュラルになんか、ズルしてる女いるけど、この女のところ行ってみるか。まあまあまあ、女だからしょうがないところはある。まあ確かに、ちょっと女のところ行くか。セーフハウス作ってるらしいし。絶対溶岩の技術知らないで、かまどでゴリ押ししてるような気がするんだよね、こいつら。あ、誰かいる？おい。こんにちは。
イカオさん？いや、これコウタンだろ。僕だよ。ヤッホー。え、無理にヤッホー。これね、ゼロ座標に集まったら絶対誰かが来ると思ってたんでね。あーね。頭いい人は勝手にゼロ座標集まると思うんだよ。ここがゼロ座標だ。え、あ、もうついたん？これゼロ座標は。そう、F3 押したらゼロになる。どうしよう。僕の頭でも作っとくか。1、2、3、4、5、6。どうだ。あ、誰かの音が聞こえる。おい、誰だと思う？誰だ？すごいんだよ。いいのかい、そんなに声を出してて。ね、トーマスさんだな。ってことは、ファンリンだな。そうだよ。殺すぞ。見つけた瞬間殺す。動いたら殺す。さあ。あ、上だ、木の上だ。装備を着ているのがそちらだけだと思うなよ。やった？あ、どうだ？一旦追い返してくる。大丈夫？寒さ。あ、いいね。あ、倒したんだ。俺やばい、0.5。僕も。倒した、倒した。すげえ。なかなか硬かったな。なんか何あの着てたやつ。あれね、防寒具らしいよ。ああ。トーマスさんに場所バレてるからやばい気がするんだよな。ここ。え、場所共有されてんのこれ。されてないけど、でも、チームチャットができるってことが、もしバレてたら、赤チームだけで共有はできるよね。お、誰かいる。あ、誰だ？かっちゃんかな？誰これ？かっちゃんじゃない。誰だ？誰だよ。誰だよ。なんだ、中指か。よ、中指。え、なんか眠たく見えね。え、どこ？あっちに。あ、ほんとだ。誰かの音が聞こえる。なんかサンドの声がして今。サンドだ！サンドだ、いる！サンドがいる！サンド！よ、サンドウィッチ。ちょっと待って待って、シュルシュルあ、誰かなんかこれキーボードの音するぞ。なんかあ、待っている、誰かいる。あ、ライム、ライムの声だったね。ライム、ライム。え、ちょっと待って、向かうからちょっと待って、今ちょっとこもってる。やっほー。え、よかった、ゼロゼロ間違いじゃなかったわ。よう、イカオ。元気そうだな、イカオ。え、こいつ誰？でも、みんなさんじゃなくて。こいつ誰？うわぁ！そうか、黙ってたらわからんて。あ、誰かいる。おーい、おーい、ただしゃか。うん、ただしゃか、座標00行くといいよ。なんで？00に僕が家建てたから。あ、なるほどね、そういうこと。そう、ちょっと近づきすぎないで。アホ、ここ入れ入れ入れ、ただしゃか、ただしゃか、入れ入れ入れ、早く。無駄な動きが多すぎるわ、そりゃ死ぬわあんた。あ、近づけ、溶岩に近づけ、近づけ。バカー。おい、あ、誰か。はい、長月さんですか？パワモンです。パワモンさん、どこ？下だか。ちどこどこどこ。やっと誰かに会えた。あ、いた、カーモンさん、ヤッホー。こんにちは。ゼロ座標に行けばね、僕が建てたお家があるから、みんなそこに集まってると思う。うーん、多分リトさんだよ、ね、え、金太郎。うん、え、いいじゃないよね。よかった。怖かった。今、ちょっと思ってた。あ、俺、初めて人と会った。最初から走り回って。本当に言ってる？本当に。なんかね、今ね、00要塞化してるよ。あ、マジ？頑張って。00に向かえば、向かってそこ守れば、うちら勝てる、多分。これで、こうして、こうして、これ抜き取れば、でもこれで、はい。70。いや、100から変ないな。あ、待って、誰かいる。誰？パーモンさん。フェイクボックスだ、フェイクボックス。怒らないで、じゃあ、朝に覚えて、大丈夫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 。くっついてれば大丈夫。一緒に行こう、一緒に行こう。ゼロゼロ行ってみるじゃん。ガチ戦場や。え、あ、これだ、これだ。あれ、え、誰もいなくて。壊されてる、うちらの。え、ここだよね。うん、ここ。え、誰もいないよ。めっちゃ人いたのに。
声がない。え、チラでここ守ろう。したら。え、これゼロゼロいっぱい人いたってことはさ、全員死んだってことだ。え、そう、多分全員狩られて死んだわ、トムとかに。怖すぎ。ゼロゼロエデン、団員募集中です。あ、待って、誰かいる、誰かいる。あ、ゼロゼロのエデンにようこそ。みんないらっしゃい、みんないらっしゃい。早く入って。来た来た、タクですとジョグタンとノザザ。イエーイ。あ、来た、タク来た。ヨガ持ってます、ヨガ持ってます。熱い熱い熱い。ヨガ持ってます。熱すぎ、激アツマジで。ゼロゼロが正解なんか。おーい。僕だよ、僕僕。来た帰ってきたぞ。ちなみに高炭像はあれ、目印のつもりで置いたんだけど、霧が濃くて見えないんだよ。え、全く濃くて見えない。普通に無駄、あれ。あれ、多分敵に使われるよ、あれ。全員もやるから、俺。やばい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 。サメ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 。あぶねー、耐えたー。たくみくん死んだんだけど、どうする。あー、たくみくん死んだか。あ、まずい。おー、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。ガバ、死ぬ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 。開けて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 。寒い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 。あ、来た、石焼き芋。石焼き芋の声が。合流早いっす。ちょっと一人ぐらいやってみるか。ムダさん、あれだな、あの、消しならいいよ、消しなら。消しならいいよ。消しのとこ行った、消しのとこ行った。消しよく。いけ。いや、見えないっすよ。消しに座右をメモっとけよ。いやワンパンでいけるわ。奥の方自由だ。どうやって使うの。これダブルバリル割と簡単じゃない。こっちバレルは簡単やな。聞いてろ。ちょっと手を逆に。みないや、これダブルバレルの出番よ。これ心以外壊してくれたらいい。全部テンパれた。頭壊して、周り壊して、で、歌歌ってるし、僕だけ残してくれたら。あ、なんか来てる。イモムシ。上から殺しといたぞ。結構そろそろ人が多い地域に入るような気はする。何これ。これ何？人間の跡だ。マグマがある。なんでマグマ残したまま死んだんだこいつは。さすがにいないんじゃね。とりあえず25ハウスに向かおう。なんつったっけ座標。480、1400か。ずいぶん遠いな。まあでも行けるか、まあ一応。あれ？石焼き芋だ。石焼き芋？は？石焼き芋だ。え、ちょっとなんだこいつ。お芋買えますか？え、芋買えます。え、ちょ、なんかどっか行ってる。おい。あの、芋買えます。なんかあるんすかこれ、向こうに。なんなのこいつ、マジ石焼き芋いる。ああ、なんかくれた。なんか総道具ショットガンみたいなの持ってる。インゴ、これもしかして、これ芋、これ。だって、ちょ、石焼き芋のおじさんついてく。どこ行った、あれ。石焼き芋のおじさん。あ、おじさんいる。なんでよりによってこいついんの。あ、これ分かった。マグマが溶岩流になるとこれ上がる。回復速度が。多分。ほら。
でも出勤も早くね。え、なんか行き焼き物おじさんなんか速度おかしくない？なんかめっちゃ速い。え、見える？おじさん速度速い。全速力でどっか向かってるけど。やばい、そろそろ寒さが。え、ちょ待って、ちょ、寒いから止まってって言って寒い。あー、なんかある。いやー、止まってみた。え、なんか、あー、こういう技術があるらしい、こういう。あれ誰だ。お、ピン太郎じゃないか。ピン太郎、あ、来た。ピン太郎。はいはい。え、ピン太郎、お前さ、なんか殺されてなかった？あ、そう、ゼロゼロが拠点作ってたんですけど、うん、占拠してる。じゃあゼロゼロ制圧しに行くか、俺ら。あ、そこ占拠されちゃった。なになになに、ウケスさんいる？俺も装備作ろうか。うん、俺も装備作る。なんか戦いが始まりそうな予感がする。とりあえずゼロゼロ行かね。ちょ、栗原さんどっちだ。ゼロゼロってこっちか。近くに行ってみます。なんか、八九さんが殺したぞ。これライムしたね。なんかライムの声聞こえる。ライムの声聞こえるけど、ライムじゃないよね、これ絶対。あ、俺が使ってる煽りボイスですね。やばす、やばす。ちょっと行くか。ちょっと行くか。これ、バレないことを優先した方がいいか。それとみんなが集まれるような場所を作るか。あれ？あいや、でもこれでユードンと出会えたのは好都合で、これでなんか銃の弾が作れるらしいよ。おお、めっちゃ作れた。ああ、あー、まあそういうこともあるよね。あったまりまーす。待って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 、え、めっちゃ寒い、めっちゃ寒い。待って、ダメージ食らってる。痛い痛い。もう俺は一旦ダメージを受ける。あ、死ぬ死ぬ。あさ、さらさらまだあー、別れちまったよ、ユウさんと。いやー、ダメだったか、これ。お、ナスさん、こんにちは。いや、どこら辺から来たのかなって、最初のリスト。多分さっきあっちから来て。自分も同じところあたりからだから。あ、じゃあ、こっちは、さっきは、来た高校は誰もいなかったから。寒さゲージ大丈夫？寒さ、まあ、今70ぐらいです。やばい。やばい。おぉ、危ねえ。これ周り囲った方がいいのかな。いやね、はい、やばい。あら、ああ、マジか。おい、あれだ。お、おい。おお。オッケーオッケーオッケー、仲間や、仲間や、仲間や。おお。やったー。よかった。朝日と集合できた。他誰かいないの？誰もいない。なんかみんな。どっか行っちゃったか。あ、いる。声、声聞こえる。ん？暇人？ん？暇人じゃね？お前、ふざけんな、お前。なんだよ、お前。マジで。いや、そんな気がしたよ。なんかね、ちょっと機械的な音だったからね。いや、まあまあね、まあね。まあ、用が OP すぎます。やばいわ、用がマジで強い。余裕。あ、いた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 。いた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 。ちょ、待って待って、俺死ぬ。ちょ、待って。待って、これこれこれ早く。おぉ。ね、555、555に行こう。待って。よし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 よ
なんかいや、そこ、なんか海屋さん、しれっと後ろついてきてた、なんか。あ、ここ、ここ、ここ。ここ誰かいる。はい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 。しょうさん、一人連れてきた。しょうさん、しょうさん。はい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 。はいはい。いいからいいから。俺らの拠点があんねん、ここに。俺らの拠点があんねん、こっちに。とりあえずここで、行ったんか。ちなみに、もう一人見つけたんですけど、昴生は燃えて死にました。ね、寝たこれ、サムさん。オッケーオッケー。あ、そういうことか。これで、あとは、とにかく、俺らはエリアを引き出していく。おい、出てこい。隠れてんちゃうぞ、お前ら。今、声聞こえたぞ。今からそっち向かうからね。今からそっちに向かっちゃうよ。あ、海には、海には、海には。キーボードカタカタ鳴ってるよ。おい、お前、俺なら出てこいよ。おいおいおい、殺すよ。ジャッキー返せ。おいおい、いつまで隠れてんだよ、そんな隅っこに。おい、洞窟発見。ここだな。俺が先行くわ、俺先入るわ、俺先入るわ、この洞窟。行くよ、3、2、1。この土じゃね。よいしょー。まだいる、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 いた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 、よいしょー。おい、ここが根城か。まだいるかな、これまだいるんじゃない。よしよしよし、あぶれ。よし。おい、ここバレた、バレた、バレた、完全にバレた、完全にバレた。俺ら移動しよう、移動しよう、移動しよう。ベッドは、ベッドはまだある、ベッドはまだある、一旦移動しよう。くっそ、頭いいな。リスポーン地点固定しやがる、あいつら。ここら辺にしよっか。ここにしよう、ここにしよう、ここにしよう。だいぶ地面深く掘るからね、これ。オッケー。釜を集めてきます。あ、え、あ、熱いかも。警告だわ。どういう感じに使っていくかね。トマトマトマ。あっねー。え、ダイヤだ。え、銃作られたな。めっちゃある。ベッドの使用 OK？ あ、暇人だ。 DD たちの拠点にね、一応見つけたんよ。お、マジ？座標は分かる？500、600、600のちょうどあたりで、うん、こっちの斜めこっちに行った方向に、ペニガキ DD、うん、シモちゃんがおんのかな、多分。はい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 。あ、ちょっと、今から潰しに行く。いいね。こっから静かに行こう。嫌がったな、そう。あ、ベッド壊そう。ベッド壊した。あんな拠点何個か建ててんのかな。ギリラ軍じゃん、やってることも。マジでやばい。もう地下にこもってね、銃ぶっ放し合うの本当にやばい。一生見つからん。一回ゼロゼロ行ってちょっと集まってるやつら見てくる。うん、中心だから人集まってんのかな。まあ集まりやすいよな、場所。ここ安息地帯じゃない？安息地帯見つけたわ。ちょっとこの辺に家構えようかな。ちょっとちゃんとドアもつけときましょう。家賃はプラス方向いますって。 X プラスの方に向かいます。怖いってこいつ。バイヤチ、これで温まってマグマバケツです。 X に向かいます。きたー、これでトーマスキに渡そう。あら、ヒマシさんヤチ殺してる。しれっとしれっと一人殺してる。いやでもこの辺の下とか行くんかな。俺村人だったら全然行くけどな。あ、いる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 。びっくりした。やったわんで。帽子で判断できる。
なんかホグリーみたいな防具してる。そう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 、ホグリーみたいな帽子かぶってるから、それで判断した方がいい。リライタイタブ上え待って、死んだ死んだ、タネキ死んだ、タネキ死んだ、マジ何左から、どこ上だ、の右じゃない、うわやられた、誰か助けて、誰か助けて、いや、海が来た、海が来た、海が来た、敵だ、どこ、誰か助けてさ、あいつ魔物じゃん、マジで、え、なんか入ってる、こんにちは、誰か助けてって、海宮さんの声なの、そうだよ、なんだそれ、海宮に襲われてる、助けて、助けて、襲われてる、海宮に襲われてる、助けて、SCP みたいな、あやってない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 、ちょっとやばいって、マジでこれあいつさ、やばいよ、やってない、まだ暇島いる、暇島いる、うっくそー、ゼロゼロだな、ゼロゼロだ、よし行こう、 OK 分かった、ゼロゼロ行こう、ゼロゼロだ、しっかり壊しに行こう、あの拠点を潰しに行こう、いい、でかい拠点見っけたぞ、でっけえ拠点を、あの築城すべて壊してやる、もうこれ移動した方がいい、ゼロゼロ狙われるこれそうね、マジでもうゼロゼロもう無理だ、ハブネズミくんもらってくね、みんな、バイバーイ、あはは、ペリガキ、ナイス、あっち側にクンさんいる声するけど。まあ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 、ゆっくり。この辺の物資を全部僕は回収して逃げます。ナイスナイスナイス。全部奪おう、俺。ヨガも一個もらおう。いや、使ってる可能性も全然ある。いる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 、のじゃじゃ。俺の技術は嫌いだからな。少ないこれ、あ、やばい、海宮来てる、あ、ごめん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 、海宮シラソルの格好して鉄装備着てる、おい、みんな頑張ろうね、バクすぎるか、おい、あ、シラソルさん、こんばんは、こんばんは、装備あります、装備あります、多分来た方がいいですよ。ゼロ座標にみんな集まってるんで、ゼロ座標行った方がいいですよ。皆さん、ベッド持ってきました。ベッド。あ、下がれてる。はいよ、はい。みんなベッドで。これ、ベッド守りますわ。あ、なんか戦ってる。え、どこどこどこ、なんか銃声する。でも、海が勝ってる。行くか、行くか、行くか、行くか。行くぞ。あ、そうもんね、やった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 、おすげえ、マッチに来た、え、これマッチになってんのか、ここ運命だ、え、ここマジで要塞だから、全部借り付けした方がいい、あ、すごい、オッケー、うわー、やっべー、え、なにこれ、マッチじゃん、 MS 俺ら助かったぞ俺ら助かった、え、じゃあベッドは、ベッドは、ちょちょ、俺俺俺俺俺、裏にね、裏にね、ベッドあるもん、デコイベッド、それあ、これデコイ、どこ近いちょっとほんちゃん別に近くない、なんか言うてあ、あ、誰誰、ディープ、お前、やば、仲間です、よいしょ、あ、あ、よかったちなみに言うと、0の500、うん、に拠点立ててる、0の550じゃあ行くか、お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 お、ああ、さっき、うそ、うそ、バカ、ほんまりよか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 、あの、ゼロの500、ゼロの500、ゼロの500ね、ゼロの500、あ、あ、いた、あ、いた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 、ゼロの550集合で皆さん、あ、でも、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる、オッケー、あの、行けるならこのまま行っちゃおう、一旦、あ、てか、
こんだけ人数いるんだったらゼロと550いってよくない？うん、行こう行っちゃおう。ちょっと待ってね、防具作ってないから俺今勝負何してたお前。いや、俺は運でクンさんに会いに行こうとしてて、あ、そういうこと。死にまくってた。多分お家帰ったら下沢のなんかリフォームによるすごい快適な拠点が出来上がってるはずなんだよ。おお、これ期待しちゃうわ。あれ、ディディ？で、あ、ついてこい、ついてこい、お前ついてこい、とりあえずついてこい、とりあえずついてこい。ちなみに00がもうやばい、00終わった。俺ら00。だから0の550、0の550。0の550。いや、00占拠された。いや、だと思ったよ、絶対そうだと思った。00はね、もうね、ほぼ壊滅した。え、そんななんか戦いが起きてたの俺知らないんだけど。え、俺らもレイドされて、一回逃げてきたのよ。そんな、あ、なるほどね。テクテクお散歩してただけなんだけど。そう、俺らずっとさ、1000マスぐらいお散歩してたのにさ。割と襲われてるじゃんと、みんな。00、ウミヤヒマジンが来て終わった。え、俺も一回ウミヤヒマジン来て、倒して拠点変えたのよ、ベッドバレないようにして。あれ、イモムシはただの雑魚だった。あれ、何してた？待って、一回頭ろ。やばい、ミヤキチル、ミヤキチル。あ、そう、もう一番近くて。あれ、溶岩流れてるのかな。あー、おりな。あ、バカだ。下沢来た、下沢。全入って。入って。こっち。入って。こんな。やばすぎ。やばすぎ。おー。最適化されすぎだろ、マジで。え、俺らだから一回襲撃されてんだよ。おい、鉄道とかの方がいいんじゃない？これ、出口、出入り口。あ、なんか好きなようにやっておっていいよ。うん。でもね、この、ハンプブロックがね、頭一個たちで戦えるから。校長戦みたいになってる。じゃあ、00助けに行かない？みんなで。OK。こっちが本命にしよう。やっぱ、海辺に殺されまくってるわ、みんな。マジでマグマあるな、今。あのガキ、マグマの捨て方知らないままついてきたのバカでしょ。それだけ置いてかれちゃった。おい、なんでなんだよ。もう意味わかんねえだろ。溶岩撒いてただろうがよ。ふざけんなよ。なんで死ぬの？え？やばすぎー。なんで？誰か？ペニー。あ、寒いマジで。ペニーちゃん、かわいいね。もうペニーちゃんも。こいつうるさすぎだろ。これね、ゼロの500向かったらディディがいると思う。はい、ディディ言ったと思う。あ、ディディ。あ、サンさんどうなってる今。拠点ね、めっちゃすごいことになってる。オッケーオッケー、行こう。いや、あの、6人ぐらい連れてきたからみんなで行くぞ、これ。でも、なんか12以上揃ってるよ。あ、オッケー。勝てるかもしれん。すごい。多分でも、00バレてるから、移動した方がいいのよ。で、拠点の中にベッドあるから、そこで。いや、それ多分さ、バレてる、それ、00の拠点。なんかね、ほら。みんなバレてるけど、守ってる、要塞かなって。いや、いつか絶対弾切れるよ。ああ、そういうこと。マジンとミナのリスポーンベッドが絶対あるから。それ壊せば OK や。まだいるね。相手のベッド置いてる可能性ある。上いる上いる、屋根上。屋根上どっから行って。屋根上一人殺した殺した殺した。屋根上壊せる。残酷作るわ。残酷作るわ。あ、まだいる。多分ベッドあるぞ、どっか。走りきてます。俺抑えられるかも。俺が抑えられる。俺が死にます。見えないけど置かれてる。何ができてる。ああ、こんにちは。これかな。俺抑えられるかも。俺が抑えられるね。俺が死にます。これ。見えないけど、置かれてる。足ができてる。ぴったり屋根上。あ、いけ
やばい、来てる来てる、スポンスポンやばい。やばい、まだいるまだいるまだいる、入ってきた入ってきた入ってきた。いつか下から来る。これ多分こっから来るな、絶対最終的に。下の方が怖いぞ、これ多分。上走ってきてまーす。上壊しに行くしかねえな。俺抑えられるかも。あ、俺が抑えられるね。俺が死にます。上橋見えないぞ、でもこれ。なんかこれベッド使ってるわ、これ。どっかにベッドあるよ。あれじゃないですか。橋の上にベッド置いてる可能性ある。橋っていうかなんかあるわ。あ？あ、ごめん、テスター抜き。なんで？やめて。橋、いや、橋、テスター抜きが占拠してる、もう。ありがとう、橋に行ってくれてる。ありがとう。あー、そこにあるのか。オッケー。トーマス、東に。トーマス、東から来てる。トーマス、東から来てる。東にベッドじゃん。じゃあ、東にベッドだ。白樺の階段の下の方に。すぐそこ、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 すぐそこ。誰これ。あ、いるわ、いるわ、いるわ。あ、ごめん。ちょっとごめん。マジでごめん。マジでごめん。消しん？消しん、一方通行の鉄道を作って、ここに。マグマ流せてる。なんか。これさ、いや、いるいるいる、近く見えねえんだけど、これワンウェイになってんの。おーい、みんな仲良くやろうよ。ねえ、助けて、襲われてるよ。早くみんな助けて。鉄道はスポーンのところ。ああ、こっちか。やばい。あ、溶岩の壁作ってる。反省してんのか。鉄のベッドバレるの絶対に問題ない。海は殺した。オッケー、オッケー、オッケー。いや、別方向から脱出する道、化身作って、化身、化身、別の方向から出る道作ろう。上にも来たいね。いや、要は、あの、ここからだけだと、ここ潰されたら終わりだから。ピンタロー、ピンタロー、ピンタロー、ピンタローついてきて、ピンタローついてきて、こっちこっちこっち。 M ちゃんの場所がマジでわかんない。どこから撃ってんのあいつ。お前、道民同士のバトルぞ。お前、お前、道民がそんな外出回るな。お前、家こもっとけ。撃て。普通にこんな猛吹雪の日に家の外出てるの行かれてるだろ。ああ、おう、よう、こら、あれ、ちょ、待って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 、こっち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 、ここここここ、ここ入れ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 、早く入れ、早く早く、ゴー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 、カミン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 。どこに出てるか全然わかんないけど。お、来た来た来た。大丈夫みんな。助けに来たよ。みんな助けに来たよ。全然大丈夫。相手のベッドの位置がわかんないんだよ。スパイク来て、スパイク来て。はいはいはい。一緒に一緒にベッド探し行こう。どこだどこだ。敵はどっから来てる。イーストからって話だったよ。トーマスのベッド破壊した。え、誰が？タクチーさん、スケさん。ナイスナイス。おお、ゼロゼロ拠点でめっちゃ戦いよくて面白いです。いや、でも俺らいつか絶対弾切れるから、ちょっと相手のベッド壊さないと無理で。あ、これね、無理。これ DD 帰ってくる。いや、これね、無理だわ。ベッド壊せなかった。ベッドの場所が分かんない、結局。あ、やだ、来た。でも多分向こうのディ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 、ここ本拠点になりました。あ、オッケーオッケー、すごい。でもね、向こうもマジでめっちゃ人いる、うん、から2つの拠点、ここは隠れ家でいいな。信号まだバレてないから。え、行って勝てるこれ。勝てない。
いや、その死にはしないんだけど、なんか弾が多分いつか尽きちゃうから。精鋭部隊行くこれ。これ弾いっぱい。よく全員で行こうか。全員で行って、と相手のベッド壊して、最後合流で行く。でも鬼ってたかだか、なんか8人やそこらでしょ。いや、あのね、装備がいいのよ、めっちゃ。基礎硬い。そう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 。あ、わかった。え、これさ、00の方まで掘ればいいんじゃない？ああ、頭いいわ。500ブロック掘ろう。戻るぞ。わかったわかった、それだ。500なら掘れるわ。掘れる掘れる。開通すんぞ。トンネル大開通させる。それだわ。ね、相手の拠点見てきた感じ、00でなんかめっちゃ近まで掘ったから。ダイヤピッケルさ、2本作るから、これ。木の棒も置いた、木の棒も取ったと思って。で、あの、馬さん、はい、ダイヤピッケル渡した。ねえ。あ、ヒロ君。俺下掘る。タイマス誰か置いてあげてほしいかも。バカ、撃つな、お前。撃ったらバレる。お前、なんでグレネード持ってんねん。あの、いや、じゃ特攻隊だから。どうやって作ったのグレネード。鉄火薬で作れる。もうめっちゃ安いじゃん。みんなでグレネード投げ込めばいいじゃん。これ女にグレネード持たせる。言ってることやばすぎ。それじゃ人増えると困るんだよな。どうしよう。俺のベッド壊されたっぽい。あ、そこか？そこにいんの？オッケーオッケーオッケー。いる。その辺、この辺から来てるから、この辺探した方がいいぞ。マロ。だな。暇人の声した。おい、スパイク、この辺暇人の声したぞ。うん。お、何やってんのそれ、お前。お前何やってんのお前、マジで。お前何やってんのスパイク、お前マジで。お前、おい、射殺しろ、マジこいつ。こいつ邪魔だ。待って。あれ、MS ね、この辺に暇人の声したのよ、なんかさっき。だからワンチャンこの辺とかなのかもしれない。でもなんか俺がトーマス何回も殺して、トーマス来た方向はなんかあっちの方向だったんですよ。拠点に。あー、これ逆側？逆側からなんかずっと聞こえてたんですよ、トーマスに関しては。あー、行ってみる、逆側。ちょっと行ってみるか、この平和を取り戻さないと。やっぱこの辺だな、多分。こっち側から、この辺くらいから来ると思います。見てるか。無理。てか、やべえ。てか、ペットさ、村にあと3つぐらいあったんだよな。3つぐらい持ってくればよかった。全部取ってくればよかった。なんか、日猫できっかなと思ったんだけど。あ、これもう暇なかったら勝てます。バカだろう。これもあろう。絶対敵もらう。なんだよな。しない。オッケー、ベッドの位置分かった。うんさん、姫路城がマジでやばい。どうしたの？え、暇人いつかに連れてこようとしてた。やばすぎだろ、マジで。あいつマジでやばい。射殺しろ、無能は。お前、姫路城がやばいなんてもう分かった話だから、もう。分かんないよ、この水中なんて。うんさーん。決心、お前、キモすぎ。お前、きっしょいわ、マジで、ほんまに。絶対に守ります。終わってる。
こいつこいつ姫事情姫事情追放しろ処刑しろこいつ姫事情処刑しろこいつも処刑しろ無能は処刑だよしあれいやなにあれだな敵だからあ敵だ敵だったから 敵だからなんか殺しとこう上だ面白いのやめてラグいのやめてもうマグマもロストした今そんな気はしたんだよなダメージ食らってなかったし今のヤチの声だろ今の 100m100m 頑張れ頑張れいけるいけるいけるまだあと3分バフあるあ違うやつ違う誰海ナーママジじゃ00のセーフハウス行ったお前セーフハウス行ったのじゃお前ちゃんとマジじゃさっき行ったよああベッド寝たちゃんとあベッドあるんだ僕ベッド寝てないベッド寝てベッド寝な寝な寝なあの一番下にあるよ下にあるよ危ないなマジちょっと待ってコウタこの拠点作ったのにベッド寝てないってどういう状況だったのコウタ一体いや死ぬたんびにゼロ座標向かってたんですやばすぎたよこいつマジかないなまあとりあえず守り続けて人を受け入れ続けるしかないあバカやったやった止めた止めた止めやった4番前行ってた静かにしろ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 静かに静かにしろうるせえなお前だよ近いんだよ静かにあと59あ暇人斜めだ斜めだバカ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 上に見えてる上に見えてるあの名刺配信プンさんプンさん助けに来たああ、いたいたいた。え、どうしたのえ、お前らどこ行ったのえ、あの、拠点あるから、バレてない方の。あ、別の拠点があるのね。これは、せば女の家はどうなるえ、つか、確かに俺たち見捨てたよね、ニジヤゴハウス。え、ニジヤゴさんもいる。ああ、ニジヤゴさんもいるのか。え、なになになに、こっちなんかあんのなんかあんのこれ。なんかできてる、なんかできてる、これ。なにここ。え、これなにこれ。え初めて言うのこれ知らねえんだけどここどういうことえ多分 DD が合流する場所だったのかな DD 組の拠点につながってんのかなえなんかさえおいタクタクお前これはいはいはいこのトンネル何なのか知ってるこれえこれ別橋じゃないのあ別橋に行くトンネルなのかこれそうなんか俺らなんか別のなんか作戦に投入されたいつの間にかなんかそうそんな感じやとあ別作戦になんか DD になんかいざなわれてこっち早く入れとかって言ってなんかいつの間にか超危険なやつじゃん作戦内容何も知らされずにこう投入だけされるみたいなしかも長えしなこれなんでこんな量掘ったのこれトーマスいるよトーマスいるよここ入って入って入って全員入って全員入って全員入っていいよみんなみんなこっち入って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 あともういないもう置いてくよベロム早くベロム置いてくよこっち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 ここおじいちゃんやるわしはこの家を捨てんって言っておじいちゃんやるラピスちょうだいラピスちょうだいさっき渡したもうラピスとかどうでもいいだろお前もうお金より命だろお前金より命はお前津波来てるあ、そういうこと分かった、行く早く行きますはいいや、無理だ無理だこれ落ち着いてこれ無理これ今みんな集合してなんかやってるけど大丈夫行かなくて、あの00付近で大規模なプレイヤーの拠点できてて多分行った方がいいよ、村ならあ、死んでる。かわいそうに。一緒に行ってあげればよかった。消しはいい。消しはいい。あ、これ消し死んだ。もういい。置いてこう。もう、あの、もうこれ以上無理、これ以上無理。もう、塞ぐよ。俺、最悪リズムこうなってるから、俺残るよ。オッケー、じゃあ、もう、あと、埋めといて。リゴさんも埋めちゃうから、あと死んでくれ。キムゾーンってこんな気持ちなんだね。早く行けよ。みんな、端っこの方に来て、ここにベッド置いてるから、この上。キモすぎベッド2つあんのかよあなんかめっちゃいるめっちゃ見えためっちゃ眠たく見える
はい、イカオ、イカオとナツです。助けて、ありがとう。あ、ペニガキなんか警備してる。え、ディディが最後に残ってる。化身これ最後の一人で死んだんじゃねえかな、多分守るために。あいつ向こうのベッド守ってる。これもしかしてこれほぼ全員集まってる、これ。え、もう全員救出。化身は、いや、化身くんは国のために命を、え、国のために散ったってこと。化身は、化身くんは散りました。え、嘘。彼はいません。え、もうこれ全部塞いでるから、もう。え、もう全部塞いだの、もしかして走ってきて。でも代表も知りません。リケモト化身が残りました。あそこ残ったんだ。マジか。え、じゃあちょっと最後にかちょっと残った人で写真撮って終わるか。化身くん、化身なんかめっちゃ戦ってない、なんか最後の一人まで、最後の一兵まで戦ってる。化身めっちゃかっこいいじゃん。やばい。やばい。やばい。で、拠点やばい。拠点、あの、ベッドやばいっす。誰か。誰か。え、もう誰もいない。おーい、おーい、マジ、やばいって、やばいって。ヘルプ、ヘルプ、ヘルプ。いや、これ。これどこ行ったんだ。いや、特定はしたんだけどね、ベッドの位置。こっちこっち、一応ね、敵のベッドこっち。あ、どこだっけな、なんかベッドあったんだよね。あ、痛い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 、こっち。な、何を目的としてるんだ、あれは。奥に進まれたくない感じなのかな、多分。はい、あの皆さん並んでください、並んでください、皆さん、はい、並んで並んで、はいはいはい、静粛に静粛に。実は化身くんだけ前の拠点に残って、最後の戦いで最後のベッドを守る役を買ってくれました。はい、他の人は全員合流できたんですけど、あ、化身今死んだ、今死んだ化身。はい、ということで、皆さんほぼ全員集合。あー、化身リスキルされてる。はい、ベッドあった。化身くん、化身くん、どうしたのかな。あり、はい、じゃあ最後化身に敬礼、バイバイ。ジジ、いや、面白かったね。なんとなくルールみたいなものが自然発生的にできてみたいな、なんかさ、シビライゼーションものっぽくなかった。ちょっと目標が最後までよくわからなかった。まあ合流できたってことじゃない、00で集まって。なんかちゃんと合流ポイントみたいなのがあったらちょっと面白い感じするね、もっと。まあ、00になったけど結局自然と、多分みんなノリで00集まってそう。あ、そう、俺らも途中から全然人いなくてみたいな。00で集まるなんて知り得ないし。え、でもなんかもうほぼ全員集まって、なんか最後、ディディが、なんか脱出路を作ってくれて、全員脱出して、化身だけが一人残って終わりだよ。化身最後の一人になって、あれ激アツだよね、化身最後の一兵になって戦って引き受けるみたいな。マジで、マジで男化身だった、あれ。最後の一人になって、もう行かないっていう。最後の化身の目頭が、もう全員脱出して、みたいな。ここは俺が守る。みんな復活しないなーって。でもすごいね、よくティーティーとかどういう経路だったの。俺ら二重アゴがブルーメッセージでここって言ってる時に、俺ら真逆にいて、あー、最初の隠れ家だったんだ。二重アゴ拠点に何人か集まってたみたいな。あ、なるほどね。なんか俺とヌイと MS でなんか放浪、3人で放浪してたんだけど、焼き芋屋が途中現れて、焼き芋屋が00の拠点に連れてってくれた。なんかマジで面白かったね、今回。え、なんかね、そ、超爆音だから、めっちゃ遠くで、なんか響いてねみたいな音聞こえたのよ、なんか。あの、なんか変な音しねとかって止まったんだよね。あの、なんか、お菓子の音がして、どこからともなく現れるみたいな。確かになんかライブ感すごいな。
すごいあったな。面白かった気がする。最初少ない人数で一人で寂しかったのにどんどん人が集まってってみたいなのがやっぱ面白いよね。合流ポイントみたいなのがあると面白いね。やっぱそれを襲うみたいなのもできるし、いやーすごかった。まあ確かに全員共有の目的意識がまああった方がなんとなくのね。いやでもね、00拠点に集合してね、銃撃戦を行うとか想定してなかったから本当は。だからあれちょっと想定外だったよね。あの銃撃戦になってお互いなんか戦争が始まるみたいなの。いつか弾がなくなって負けると思ったから地下掘ってた。あーいやそうなんだよな、ずっと俺らが消耗するばっかりだったから。え、長月さん してましたよ多分それ。え、してたしてた余裕でしてるそれ。ちなみにだけど、え、別チーム？え、長月さ、お前チャット見えてないの？お前本当に言ってたよ。え、ゼロゼロ集合みたいなの打ってたよちゃんと。バリバリスターってこれ僕の音だよね。誰かじゃないよね。え、お前だけだよ見れてないの。なんかみんなに送ってたよ、ゼロゼロで戦争中みたいなのと、日曜後拠点の座標は早い段階で言ってたし。長月だけゲーム難易度違ったんだ。怖すぎ。根拠みたいになんか爆音流しながら身投げするマイクの動画。まあできれば撮ってた方が面白いよね。なんか誰に面白いことが起こるかわかんないから。いや、ワールドボーダーはあったよ、ちゃんと。俺らは、俺と、あの、ヌイと MS3 にワールドボーダーまで行った。ワールドボーダーまで行って、なんかここさすがにいなそうだから引き返そうって言って、ゼロゼロ方向に向かおうって言って、で、向かってる最中に二重孫さんの座標が共有されたから、西矢後座標に向かってたら石焼き芋が現れるみたいな。石焼き芋が回収してくれる。なんか割と、いやー面白かったね。温度要素と視界要素があって自由に動けないみたいな。なんか死の重み結構あるからいいなって思った。普通に走ってダッシュで来れたら300メートルぐらいだったらまあ走れるみたいになるから、あんだけ動くのが大変だと死ぬ重みが大きいからすげえ良かった気がする。いや非常に GG だった。おつ